皆さん、こんにちは。アリーナクレナイチャンネルのアリーナです。本日は、志村けんさんのコント、祈祷をしよう、見てみたいと思います。面白いかどうか確認しましょう。動画を見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、パトリオンしてくれて YouTube スポンサーやソープセンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速ですが、見に行きましょう。志村治療院ってのはここだ。志村治療院。腰痛い。背中が痛そうですね。いらっしゃいませ。こんにちは、お邪魔します。どうなさいました？腰が痛くてしょうがないんですけど、治療していただけますか？わかりました。先生、お願いいたします。私が先生です。腰をお任せいたします。どうぞこちらへお上がりください。はい、じゃあ失礼します。はいはいはい、失礼して。はい、じゃあそこお座りください。じゃあここへ失礼します。はいはい、当治療院にようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。あなたのお名前なんつーの？矢崎茂と申します。矢崎さんね。はい。で、どのような症状ですか？腰が痛くてですね。ああ、そう、腰ね。はい、はいはい、それから？それから、肩こりもちょっと。あ、肩もね、ああ、そう、はい、それから？なんか背中が張るような感じ。あ、背中が張る、ああ、そう、浅い、それから？それからなんか、まあ、全身がだるいって言いますか。あ、だるい、倦怠感ですか。はい、すぎますね。それからだいたいそんなところなんですけれども。あ、そうですか。はい、当治療院に来た理由はほぼわかりますか？ほぼ抜きですか。じゃあ早速治療に入りますので、はい、洋服を脱ぎください。あ、洋服、洋服を脱がして。わかりました。はい、それじゃあ、はい、ちょっと怖いです。どんな治療や紹介ですか？心配です。戸上ちゃんから。ああ、そうですか。なんか聞くっていう。あのこと、あの方ゴルフでね、ダフりすぎてぎっくり腰だって言ってました。脱ぐとき言ってください。脱ぐときいきますから、音楽つきますから。はい、タンタカタン。治療が始まった。タンタカタンタン。ああ、にゃー。ああ、なるほど。普通にやってくれば構いません。下も抜いてくださいね。はいはいはい、下は音楽は、音楽は下はつきません。あ、音楽なしで抜いてください。そんなにひどいですか？もうなんか腰がもうどうにも、はい、あ、そうですか。じゃあまず治療入りますから、ちょっと寝てください。はい、わかりました。おまく用意して。わかりました。おまくをね。あ、枕。はい、こちらです。すいません、ちょっと拝見します。はい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 、あ、違う、一番いい治療量になりそう。腰が痛くて来てるんで、これ何してるんですか？今のは性感マッサージで、これ。いや、サービスです。サービス、サービスいいですから。お金は取りません、今の。お金でもなんでもサービスですから。腰が痛いんです。では最初の治療は刀の治療を行いますから。刀ですか？はい、この刀は先祖ダーダー座る刀でございますからね。はい、じゃあちょっとお座りください。どうしよう、どうしよう。刀を使う時は一応お祈りをしますのでね。あ、はい。衣が いかがですかって聞きますか？わさばあさんよ、はい、お祈りは続けないといけないで。申し訳ございません。はい、小諸は
おもろかった。もう逃げ出したいですね。患者さんね、はい、あんたのために使う治療、あの刀ですからな、はい、そのためのこれ、あのお祈りですから、やってもらわないと。あ、一緒に。そうそうそう。あんたのためにこの刀使う。先祖ダーダーのやつをね。お祈りを。はい、わかりました。おまな。こまな。こまな。いや、なんか悲しくなってきて。腰が痛くていいんですか？いやいや、治りたいんです。ですよ。はい。はい。もう涙が出たんです。本当に痛いですね。抱かないよ。抱かないよ。あんだってかんだってまずまず。かんだってかんだってまずまず。ちょっちちょっち、ひとげんとおねぶらせろ。ちょっちひとげんとおねぶらせろ。一生懸命頑張ってるのに。あんまりはっきり言わないように。ちょっちちょっちひとげんとおねぶらせろ。もう一回やらせてください。ドキンと眠らせろですからね。はい。ちょー、俺が言ってたら。私が言って順番に言わないと物事には ね。んだ、ちょーってちょーって、ひときんと眠らせろ。ちょーってちょーって、ひときんと眠らせろ。ちょーってちょーって、ひときんと眠らせろ。なんか三か民か何かよ。へったばったモンキなんか、モンキなんか、のんこなんか。へったばったモンキなんか、モンキなんか。へったばったモンキなんか、モンキなんか、へったばったモン。一回おった。正確に言ってもらわないとね。はい、すいません。はい、ちんちゃん何個文句、何個ね。ばあさんは何回もやってるから覚えてんだろう。言ってもらわねえと。いくよ。耳とおかしかったもん。耳とじゃあもう一回大きいこと言うかな。お願いいたします。あー、ちんこ何個文句、何個文句、何個文句、何個。おばあちゃんもう諦めたんですね。先生、先生、腰に乗ったみたいですから。逃げたいですね、逃げ出そう。ばあさん、ばあさん、ばあさんが言わなきゃ患者さんが言わねえじゃねえか。こんなことになると。お祈りだからね。あんま私もなんか見たくないな、覚えてらんねえだから。あー、チンコなんか文句、文句、さっきなんか文句、なんか、なんだか言うだよ。あー、チンコなんか、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 もう使ったんですね、痛いのは。あー、チンコなんか、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 そんなこと言ってないでしょ。こう来る間に少しずつ微妙な変化が。違う違う、あんこですからね。あんこ、チンコなんか、あんこ、さんこ、チンコなんか、なんか。でもそれは難しい、私は覚えできません。はっきり発音をしないと危ないよ、あんたも。もう一回だけ言ってください。お願いします、今度こそ習得しますから。チンコなんか、サンコ、マンコ、なんか、なんか、マンコ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 
祈る。お祈りします。ちょっと刀をお借りしますよ。ちょっとお金お借りしますよ。ちょっと刀をお借りしますよ。いいよ。おー難しかった今のは。使ってもいいよと。いいよっての先祖の声ですか。そうです、ありがたいお言葉です。はい、じゃあそこ横になってください。逃げられなかったし、今方だから治療始めるんですね。本当に治療になるのか。だーちんこなんか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 もうすらあっ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 大丈夫ですか。今祈ってもいいですよ。今祈り始めてください。トントントンマヌケンヌさん、はい、トントントンマヌケンヌさん、せいはおろないまはなんこ。はい、刀の治療は終わりました。あ、それだけ終わりですか。はい、はい、終わりました。ありがとうございました。次はですね、はい、これからも何かお灸の治療に入りますから。お灸ですか。うちの治療院はですね、はい、薬草を使います。あ、薬草効きますよね。薬草、はい、じゃあ用意して、はい、薬草はどういう意味ですか。はい、お願いいたします。この薬草を使いますからね。何の薬草ですか。これは便所香類のクソですね。クソ、はい、ペンギンラクダのクソですね。ペンギンラクダってどういうやつですか。ペンギンラクダっていうのはペンギンの顔したラクダですね。なかなか手に入りません。羊のクソとね、はい、8つのクソを混ぜる、これが薬草というものですね。これが専門用語です。お前がじゃん、それは食べられるんですか。普通ないですね。俗に言う煎餅、ちょっと食べてください。これ食べてください。これは体にいいからね。かわいそう。シマクジラのね、ちょっと全部混ぜて。はい、はい。それはこれはですね、はい、天狗猿のクソですね。これが一番効くですね。何ですか、それは。私のクソです。一番効くのは、本当ですか。いや、それはちょっと今正直で食べられないですね。そうしか食ってませんから、出るものも全部健康にいいわけですね。はい、本当。それはちょっとこれ混ぜて、ありえない話ですよ。ね、はい、わかりました。配合を良くしてね、脂肪6でね。はい、わかりました。お湯が6だからね。はい。それでは、おー、すごい。刀より怖い。少しは楽になりましたか。なんだか怖くなりました。どこがどうなんだかよく。これちょっと応急ございますね。大丈夫です。はい、お灸に入ります。はい、お灸のお祈りをします。はい、お灸そうだな。はい、そういう、それは先です。じゃあ行きます。はい、お願いいたします。それ時間がかかりますね。おっつけあったようになりますからね。これ大きいな。あ、先生、はい、熱い、ちょっと熱かったですか。それはもちろんですね。ちょっと熱いな。熱いな。ちょっとね、生きて。熱いよ。何があったんですか。どういう意味ですか。殺されたのですか。もう死んだんですか。
正直それはありえない。バカバカしいけど面白い、面白い、おもろです。藤村健さんのコントとありえなくて本当に想像できないくらいのコントですよ。でもいつでもいつでも楽しい、楽しい。でも結果は悲しかった。もう最初は逃げた方が良かったのに。今日の動画を見ていただいて本当にありがとうございます。自分好きな動画があればぜひコメントしてください。自分の意見とかこの動画に関しても全部全部全部書いてください。はい、いつも応援いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければチャンネル登録もライクボタンもよろしくお願いします。くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、元気でね。